隠れろ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 、これこかれろ。はい、すいません、ケンタ店長でございます。というわけですね、まあ髪切ってきましたね。さっぱりちょっと短めの風なですね、髪にしました。まあやっぱ切るときはね、俺バサッとね、もうしばらく切りたくないんで髪短くするんですね。はい、というわけでまあ髪切ってみました。どうでしょう、短い方がいいんじゃないですか。ね、はい。でですね、これまあこの間動画で紹介した、なんだっけ、コカインの原料、コカの葉を使ったお酒、コカレロリキュールですね。まあこれ全然今回の動画、あ、全然関係ないってことはないか、全然関係ないってことはない、ちょっとは関係あるんですよ。でね、めちゃくちゃ見にくいアングルで申し訳ないんですけども、ちょっとね、いつもね同じアングルからだと飽きちゃうんで、ちょっとたまにはまたこのアングルも何回かやってるんですけども、そう、たまにはこうね、ちょいちょいアングル変えてるね風景だけでも変えていかないと飽きちゃうからね。はい、でですね、まあ今ね、家帰ってきたんだけど、3日ぶり2日ぶり、土曜日からいねえから俺、今月曜日だから、まあ土日月か2日ぶりぐらいにお部屋に帰ってまいりました。で帰りがきにちょっとね、髪の毛切ってきたんですけども、でね、昨日届いてね、ちょっとお酒飲んだんですよ、久しぶりに。そう、久しぶりにっていうか、ちゃんとでもないんだけど、まあこの間ちょっとコカレロのね動画紹介した時にちょっと飲んだだけで、俺1ヶ月ぐらいねお酒飲んでなかったんですよ、大してね、あんまり。そう、そんでまあ一昨日土曜日か、久しぶりにちょっと飲んで、もともとそんな強くないんだけども、さらにね、さらに酒が弱くなってました。はいねもうね、そう、もう女王様にバカにされちゃいましたよ、本当に。こんなに酒弱い男の人久しぶりに見たって言われましたからね情けない話ですけども、いやー酒弱い、本当にマジで。もともと強くないんですけどね、さらにね、多分ねこれ俺弱くなりましたね。でね、まあその時はね、全部缶チューハイね、1位にストロングっていうかね、ハイボール好きだから、まあ、ハイボールで最後濃いめだけど、4本ぐらいしか、多分ロング缶4本、まあ、日本酒のスパークリング途中で飲んで、でほんと5本ぐらいしか賞味飲んでないんだけども、結構酔っ払っちゃいまして、弱いな、酒弱くなったなと思ってですね。でいろいろちょっとお酒のね関してのね、失敗談を、ちょっとお話ししようかなと思いまして、お酒の、今このお酒のね弱くなった流れの感じで、そう、お酒の失敗談をちょっとまあ動画にしていこうかなと思いまして、結構あるんですよ、俺酒弱いからさ、酒弱いんだけども調子こくから飲みに行くと、で飲み会は好きだし、家ではねほとんど飲まないんですよ、家で一人で晩酌とかしないし、本当にたまになんか寝つきが悪い時とかね、たまにそういう気分だなって時に、まあ、ちょっと、1、2杯、まあ、部屋でね、お香でも炊きながら、飲んで、ね、落ち着く音楽かけてっていうぐらいのね、たしなむ程度しか飲んでなかった。でも飲み会行くのは好きなんですよ、ね、調子こくの飲み会で調子こくのは好きなんですよね、ガンガン一気してみたいな。だからそのために要は弱いからね、失敗するわけなんですよ、分かってんだけど、ね、やっぱりまた飲んじゃうんですよね、でね、一番ね俺がお酒で失敗したなと思ったのがですね、あれ20歳の時かな、19、いやでも19じゃおかしいね、19じゃおかしいね、動画的に良くないね、まあ20歳ぐらいの時にですね、スナックを貸し切って、何の打ち上げだったっけな、あれなんかの打ち上げでスナックを貸し切って、まあ飲んだわけですよ。そうで、まあもうどんちゃん騒ぎですよ、スナック貸し切りで。そうそうそう、で今日はね、もうお店のボトル相当がなかなか額払ってたけど、お店のボトルもうどんだけ飲んでもいいみたいなね、とにかく金払ってっからそれなりの、だからもうお店にあるボトルどれでももう好きなだけ飲んでみたいな感じだったんですよ。マジかよ、おいちょっと俺飲んじゃうぜこの野郎って、早くどんどん酒持ってこい、どんどん弱いのに、今よりかはねはるかに強かったんだけども、まあそれでもそんな強くなかったんですよ。そうで、まあガンガン飲んでて、でやっぱ途中からさ、だんだん強い酒になってくるわけじゃないですか。それで誰かほら、よしテキーラあるぞテキーラみたいになったから、ふーっつって
テキーラも飲み放題なのっつって、もうボトルごと飲めるよーなんて言ってさ、店の人が、おーマジかよ、じゃあね、いつもクラブでね、ショット600円とか払ってるから、おーそんなのともう今のうち飲んじゃう飲んじゃうって、こっちボトルごと持ってこい、ボトルごと持ってこいっつって、ボトルね、テキーラのボトル新しいの開けて、ボトルごと一気にしたんですよ、テキーラを。まあ全部はできなかったよ、半分くらいテキーラを一気にしたんですよ。まあそれまでも結構まあ飲んでたし、まあ一気とかもしてたから、もう結構回ってたんだけども、まあそれで完全にもうとどめですよね。テキーラをね、ボトルごと半気してですね、もう多分ね、10分後、何分後か分かんないけど、10分後くらいからね、もう記憶がぶっ飛びましたね、完全に。もうね、それ以来ね、その記憶がぶっ飛んでからね、断片的あるんだけど、吐いてる記憶しかないですね。もう多分ね、朝から晩まで多分2、30回吐いてる、もうそのテキーラ半期してから。もうね、とにかく吐きまくった、もうこれ以上ないってぐらい吐いたね。俺の胃袋はもう宇宙なんじゃないかなって思ったぐらい多分吐いてました、そんな記憶です。そうで、冷たいんだよみんな。朝起きたらさ、俺知らない公園にもうなんかこうやってうーってなんかもう鳩のね、あの鳩が喉鳴らす、あのコロ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 クル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 っていうか、鳩がコロコロ鳴らすじゃないですか、喉を。あれのね、耳元でその音がねすごいなって、それで起きたんですよ。鳩がコロコロ鳴らしてるので、うーっつって、うわ、なんだよこれ、うわっつったら、公園なんですよ、知らない公園なので、鳩が俺の周りにあのポツ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 鳩がいて、コロ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 行って、でその周りにあの縁石、あの公園のね、あのなんていうの、花壇みたいなところに座ったね、あのホームレスのおじさんたちがいっぱいいる公園で、なんだよここと思って、うわ気持ち悪いって、もうゲロだらけ、吐砂物だらけで、もうね、俺の吐砂物でしょうね、うん、まあ鳩の吐砂物じゃないと、俺の吐砂物だね。でまあ起きて、うわ気持ち、うわめっちゃ頭痛いし気持ち悪い、なんだ。でホームレスおじさんに、すいませんここどこっすかって言ったら、ここ蒲田のね、まあ何々口の、まあ、公園だよっていう風に言って、蒲田と、なんだよと思って、あそうだ俺昨日蒲田のスナック飲んでたんだと思って、うわー頭痛い気持ち悪いと思って、でまあ腕時計見たら、あのもう時間がまだね、かなり早朝な時間あったの、うわーと思って、てか誰も解放してくんなかったのかよと思って俺公園なんでここにいるのと思って、まさか置き去りにされたんかなと、それとも帰るっつって帰って自分でもうあの公園にたどり着いてね、それだったらまだいいよ、誰も解放してくれない、公園に置き去りにしてたらこれ死んじゃうぞおいあの夏だかなんだかだったからって確か良かったけどさ、夏だか忘れたけどね、寒くない時やったのよね、え俺死ぬからね、冬それやられたら俺死んでたよ、投資してましたよそれね、えひどいよね仲間たち。実際ね、あの置いてったらしい。でも俺が勝手になんかもうめちゃくちゃでスナックでまず吐きまくって、もう次カラオケ行ったらしいんですよね。でカラオケでもとにかく吐きまくってて、で多分3時間みんな3時間行ったの帰ったら分かんないけど、そのカラオケ出た後に俺は要はどうやら公園に行き着いたみたいですね。誰か送ってってくれないの俺のこと。相当面倒くさかったんでしょうけども、そう、それで俺公園にね、ホームレスとあの鳩のね、支配する公園に置き去りにされてね、え食べられちゃうよ俺本当に、鳩にヒッチコックの鳥じゃねえけどさ、あれカラスか、そうそうそう、でまあめちゃくちゃよね、もう下しかね、下しかっていうか上は確か白い T シャツ、まあ柄合わせだけど、下はね白いデニムだったんですよ、これはもう完全にそう白いデニムだったの、だもうゲロまみれで白い、ね、デニムがね、もう至る所にもうさ自分のね吐砂物のもうあの名残が残ってる T シャツとね、もうほんとズボンはもうまみれまみれっすよ、まみれ本当にザまみれみたいなね、本当ザまみれですよ本当に、もうねどうしようと、これでも歩いて帰るにはね、俺はちょっと遠すぎるから家まで、と思って、でもタクシー乗る金もねえし、どうしたもんかなと思って、こんなゲロまみれのね、格好で電車乗って帰るの、ね、電車バスですよプラスで、俺これはちょっと苦行だなと思ったけど、タクシー乗る金は当時なかったんですよね、うん、全然もう金なかったから仕方ないと思って、でも歩くのはもう気持ち悪いし、もう本当にもうそれまだゲロゲロしてたから、これは歩けないと思って、ただ電車乗るのも忍びないけど、もう電車乗るしかないと思って、始発でね、結構人いたんですけど、始発なんですけどね、乗りましたよ、もう白いデニム、もうゲロまみれの白いデニムで電車に乗りましたね、会社員とかが乗っていくような電車に、もう切符買ってる時からもうね
真っ白い目で見られてさ、本当に真っ白い飯だよ、みんなもう本当になんだよこいつっていう、もう目で見てたけど、もうそれはもう恥ずかしいけどしょうがない、もう帰るほかないから切符買って、でまあ電車乗ってバス乗って家まで帰りましたよ。でその後もね2日3日気持ち悪くてね、ところどころ吐いてましたね。3日酔いってのをね初めて経験しました。2日酔いはねガンガン今まであったけど、3日酔いで4日目ぐらいまで残ってたんですよ。それからねしばらくもうお酒が飲めなくて、もう下戸ってやつ、下戸ね、本当に下戸になって、下戸下戸発音が分かんないけど、まあそういう風にお酒がちょっと飲めない体質になってしまいました。しばらくもうねお酒の匂い嗅ぐだけでね、うー気持ち悪いっていう風になっちゃってたですね、その時代は。そっからどん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 飲まなくなって、どん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 弱くなって、まあ今に至るわけですね。女の子に弱いねって言われる風までに落ち込んでしまいました。はい。でもね本当にあれはね、あれ以来もうねバカな飲み方はするまいっていう風に誓って、ね本当に恥ずかしかった、それぐらい恥ずかしかった、うん、だそれっきりね記憶なくす飲み方はね俺はねしてるね全然してるねやっぱところどころねやっちゃう、そういう節目節目とかのイベントごとの時とかはね、やっぱり調子に乗っちゃうんで、まだまだそれでもやっぱり記憶なくしちゃいますね。最近はねそんなにないかな、1年ぐらい前、半年前ぐらいか一回、うん、記憶なくしたっていうか、まあいろいろありましたけども、うん、妹にも結構迷惑かけてね、前なんかの動画で言ったかもしれないけど、友達ん家で、あそう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 、ちょっとね狙ってるモデルの子がいて、で結構まあチャラい子だったんで、まあ酔えばやれるみたいなね、ちょっと汚い言い方ですけど、まあ当時遊んでましたので、でモデルとやれる、しかも結構イケてるモデルなんで、もう有名な、今もあんまり名前出したくないけど結構有名なね方で、でやっちゃいたいと、で友達ん家で宅飲みしたんですけど、宅飲みしたんですよ4人で、うん、これ他の動画でも言ったけどね、まあ一気するゲームをしてたわけですよ。トランプでもう超単純、もう噛んだ超単純シンプルなゲームで、数字の大きいねカードの買う方が勝ち、一番低い人が負けみたいなね。でまあ要は4分の1だからね、そんなにね負けるリスクないはずなんですけども、まだまんべんなくね、みんな一気するはずだったんですけどね、うん、奇跡のね 12-3 連続負けちゃったんですよ俺。びっくりしちゃうね、そんな4分の1の確率をさ 12-3 連続ですよこれカジノだったらさ俺相当儲かってるよこれ、ダブルアップ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 ってねしてね、まあ負けてるわけなんですけども、そんで結局俺が潰れちゃってね、行きはねチャリンコで5分の友達ん家からね、帰りね3時間ぐらいかかったんですよ本当に。途中車道で寝ちゃったりとかして、そうで最終的にね妹に相当迷惑かけて、家の横でね家の横の車道でクロールを泳いでたらしいですね。金だ金だっつって金なんかねえけど、そう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 、その後もねなんか会社の飲み会の延長でね、まあもう動けないぐらい飲んじゃって、で居酒屋でね一つしかないトイレをね何時間も独占してしまって、警察呼ばれてで外出たはいいけど外で動けなくなって、変なおばちゃんにみっともないだなんだこうだって言われて、おばちゃんと喧嘩になってとかね、わーあるんですよ。だから本当にねお酒の失敗がね多い、俺は弱い、飲まれてる、うん。で多分ね昔焼酎が好きだったんですよ俺。ビール飲めないんで、一切ビール飲めないんですよ俺、もう苦手で苦くて、焼酎だったんですよね、その若い時はずっと焼酎飲んでて、まあ、定番だけど狂月だ人狼だ純だね、そんなような感じの今日焼酎飲んでてですね、その時は、ね、そんな悪酔いしなかったんです、そこまで、うん、悪酔いする前にね気持ち悪くなって止まってたから、もう気持ちうえーって吐いてもう寝ちゃっておしまいみたいな感じだったんですけども、途中ねハイボールにはまっちゃったんですよね、うん、あウイスキーうめえと思って、でウイスキーしかも強えと思ってアルコール度数強えからすぐ酔っ払えるぜイエーイと思ってウイスキーにハマっちゃったんですよ、美味しいし、ハイボールジンジャーにすごいハマっちゃって、うん、そっからねエスカレートしましたね、どんどんこの記憶なくなるようななんだろうお酒に飲まれる感じがですねエスカレートして、もうねハイボール飲んでるとなんかね飲みやすいんですよハイボールって、ガンガンいけちゃう、ジュースみたいな感じでガンガンいけちゃうんですよ。で気がつくと気持ち悪くなる前にもう記憶が飛んでるっていう感じなんですよね、うん、まあ二日酔いはすごいけど楽しくなってきたらもう吐く前にねそう出来上がってるっていうかね、もう完全体になっちゃってるんで、
だから悪酔いするんでしょうね。うん、1年ぐらい前の時なんかひどかった。会社の飲み会なのに、帰りね、チンコ出して帰りましたからね。本当に。いや、地元だったんだけど、チンコ出して帰って、これ、わいせつ物陳列罪だよね。うん。ね。チンコ出して帰ったからね。そう。そんなこともあったな、確か。うん、確かにしとこう。チンコ出して帰ったぜって言うとね、叩かれるんで、チンコ出して帰っちゃったような気がします。気がします。うん、そう。言い切らない気がします。多分、メイビーチンコ。そう、メイビーチンコ出し帰り。そう、だからね、お酒はね、本当に怖いんで、若い人たち、あんまりお酒飲みすぎて、ちょっと気をつけてくださいね。俺の妹の友達とか、急性アルコール中毒、うん、で、何人か死にかけてますからね。俺の周りはね、そんないないんですけども、急性アルコール中毒で死にかけてるやつ結構、で、妹の、なんとか妹の友達多いんだよ。で、バカだからさ、まあ妹、中学校の時かなんかの時に、その、まあ、ね、お祭りっていうかね、大晦日の時にね、まあ、有名な神社があるんだけど、神社っていうか寺なのかわかんないけど、まあ、ね、参拝客数日本第3位ぐらいまで入っちゃうようなのが川崎にあるんですよね。うん。どことは言わないけど、そこの隣の公園が、もう、警察もね、見て見ぬふりするぐらい、もう、大晦日が無法地帯になってるんですよ。うん。普段からもうホームレスのたまり場だったり、昔はホームレスタウンだったし、もう夜は暴走族だ、スケボーキングだ、なんかいろんなのがいて、結構ゲットなね感じの公園なんですけども、大晦日になるとさらにゲット化するっていうか、もうなんか寒いことになるんですよ。そうで、結構アウトローなね、アウトサイダーな公園になってですね、すごいでっかい神社で、もう神社内は誘導員とか、もう警備員ものすごい啓発のね、動員数すごいんだけど、その公園はなぜかね、見てみるふりなんですよね、不思議なことに。ね。で、もう無法地帯とかしてて、もう中学生、もうガンガン酒盛りしてるんですよ。おまはりいるのに全然関係ないおまはりも見てみるふりなの。ね、公園で打ち上げ花火ガンガン上がってるし、でも全然おまはりも、神社の警備で忙しいから、もう公園は捨ておけっていう感じで、うん。まあ、去年とか最近行ってないか知らないんだけど、まあ、そんな感じの無法地帯のね、公園があって、そこで俺の妹が中学生の時酒盛りしてたんですよね。で、どうやら、同級生が急性アルコール中毒になって、泡吹いてもうブブブブってなっちゃってるんですよ。ブブブブって。で、たまたま俺の親父と母ちゃんが、その縁日にね、出店に行って、公園練り歩いてたら、妹たちが、その、ベンチっていうか、木の周りにベンチなんだけど、そこで座って、なんか酒飲んでて、で、一人倒れて泡吹いてるから、どうしたのこの子をしたら、知らないみたいな。いや、泡吹いてるじゃんって。なんか、お酒飲んだらなんか、泡吹いたとか言って、これ救急車呼んだったら、いや、呼んでないよ。っていうか、で、要は、どうやら妹は救急車呼んだらやべえ。これ多分おまわりとか、啓発沙汰になるからやべえと思って、知らんぷりしてたらしいの。知らんぷりしてた方がよっぽど危ねえのに、まあ、当時中学生の思考だから、そういう感じなんでしょうね。救急車呼んだらやべえ、おまわりにしれちまうっていうあれで、やべえ、これ怒られるみたいな感じで、泡吹いて倒れてるね、女の子を放置して、その、二人でまだ飲み続けててさ、で、たまたま俺の母ちゃんと親父がこれ救急車呼びなさいよって救急車呼んで、救急車来て、まあ、命はね、一命取り留めたんですよ。で、完全な急性アルコール中毒で、これ呼ぶの遅かったら死んでましたよ、みたいな感じで言われて、本当に。そっちの方がよっぽど危ないよね。そう。だから、急性アルコール中毒が本当に怖いんで、お酒体に合わない人は無理して飲まない方がいいですね。うん。薬ね、全然アルコールじゃなくても、ぶっ飛べるもんは世の中いっぱいあるんで、そう。そっちの方がやばいんだけどね。そっちの方がやばいんだけどね。でもまあ俺は、ね、オランダとかでね、合法化っていうか、もともと合法化されてるね。あれについてはね、俺は全然寛大っていうかね、俺は全然ね、なんで逆に取り締まってる方がおかしいかなというふうに思ったりもしてますけども、そう。まあアルコール以外でもね、そうやってね、まあいろいろ楽しくなれるものがいっぱいあるんで、もうアルコール飲めなくても、そんなにね、別に損してるわけじゃないから、本当に体に合わない人はね、アルコールあんまり飲まない方がいいと思いますよ。アルコールはね、俺は本当に合法ドラッグだと思ってますんで、たまたま禁止されてないけども、まあ酒税とかね、国家とかね、まあ商店が儲かるから俺は禁止されてないだけで、もうアルコールは本当に合法ドラッグだと思ってますよ。何度もこれ言うけど、他のね、国でね、大学で、遅効性のヘロインだっていうね、遅効性ね、遅く、後から効いてくるヘロインみたいな感じで、研究結果が出てるって、そういうぐらい、それぐらい害が脳にあるよっていう風に出てる。ね、それがお酒ですから、うん、毒飲んでるんすから、毒を。
本当だよ。あんなの。まあ、脱法ハーブもね、絶対ダメ。脱法ハーブもダメ、絶対。そう。あれはスーパーケミカルだから、全然ハーブじゃない。あんなのハーブじゃないし、ナチュラルでもなんでもない。あれもう、本当に雑草に多分薬品吹きかけて作ってるだけだから、うん。完全にケミカルですよ。あれね、シャブと同じレベルだと思ってくださいね。脱法ハーブは。うん。だったらもう、そんなんだってんだったら、オランダ行って、葉っぱ吸ってこいよ。うん。それかもう日本で、これね、これ、友達も言ってたけど、だったら脱法ハーブやだったらもうシャブやっちゃえよっていう、いう風に言ってましたよ。それぐらい脱法ハーブは良くない。そう。全然なんでアルコールの話から脱法ハーブなの知らねえよ、そんなの。誰か突っ込めよ。本当に。そう。まあそんな感じでお酒はね、結構失敗、ね、あるよね。俺の女の子の友達とかね、あのスーパーパリピの子とかね、キャメロットだかどっかのね、あの踊る普通のフロアのど真ん中でベーって吐いたらしいからね。それは俺ちょっと怖いわ、本当に。まあ俺はそこまでね、何度も何度も失敗、そこまでみんな、なんだろう、一番失敗してる人たちが失敗してないかな、ちょいちょい失敗してるくらいかな。そうだから、まあアルコールはですね、まあ人に迷惑かけないように節度を持って楽しみましょうと。失敗するとね、ちょっと痛い目見ちゃうし、まあ、本当にね、急性アルコール中毒になってとかね、なっちゃうと、あの死んじゃうから、うん、だから、なるべくね、まあ、節度を持って楽しみましょう。21分長い動画が長いというわけで、まあ、これぐらいでやめさせていただきます。まあ、噛み切ったぜっていうのをちょっと正直ね、ただ言いたかっただけの動画なんですよ。でもせっかくだからちょっとお酒飲んできて、まあお酒弱いってディスられたし、お酒の話もしようかなと思って話しました。うん。というわけでジム行ってきます。はい。ね。このね、ザラで買ったあのニットなんですけど、薄いんですよね。乳首透けてない？ふふーん。けど店長でした。